大変失礼ながら、あの売り上げも疑ってますからね。月何百万と儲かっててほしいかな。その総合評価っすよね。スキル獲得版令和の虎、骨を整えるを多くの人に知ってもらいたい、中原秀樹さんの会の楽屋トークです。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい空気でしたね、なんかこう皆さんどうでした、今回の会話。いや、トラとしては楽しかったですよ。トラとフリートークしてる気分で。でも、本当にすごい人かもしれないですからね。いやけど、まずよく出てきてくれたって思いますよね。やっぱ広く、いろんな人に出てくれて、その中に大当たりが混じってますから、今回も僕たちが見抜けなかっただけでスーパーすごい人の可能性があるかもしれないですからね。こういう方でもどんどん来てほしいなって、ね、こういう方でも、はい、司会から初めて見たんです。これはなんかその視界からだからこの空気に見えるのか。いや、そういう空気ですよ。はい、そういうことなんですね。平井さんどうでした、これ今の話を聞くと、あれ、岩井さんだったらこういう志願者どうしたと思う。説教が始まるんでしょうね、おそらく。そうだと思いますね。どういう説教になるんだろうな。結構振ってるけど、やっぱ返しがない。返しがないのが、普通の志願者とすごい困ったって顔するんだけど、まあスルーなんだよね、本当にね。あなたに言いましたよみたいな。そういう感じの顔をしましたね。難しいですね。虎の力不足の感もありますよね。引き出してあげられなかったかな。いやでもね、最後のさ、伝えたいことが伝えられなかったって言ってるけど、伝えたいことあったのかね、そもそも。ハモじゃない、ハモ。ハモ。ハモってので結構、虎同士笑ってたんですけど、何ですか、ハモって。漢字を見せたじゃん、最初に。あの字がハモに見えたのよ。あこの辺に言うたから。で、みんなハモってボケようとしたって話を。ハモって言おうと思ったけど言わなかったって話を僕がしたら、みんな、あ、おい、言おうと思った、思ったって。詰めるからぐっとこらえたよねっていう。ハモ検索してるでしょ、結局あのハモも何言いたいか分かんなかったですけどね。何のために出したんだねっていう。確かにあれ何のために出したんだろうね。骨を豊かにすべきなんですよって言われたんでしょうね、きっとね。どうでした。いやしんどかったな。なんか言ってることも変わるしね、ちょこちょこ。時間がかかるとか言ったり、1回でいいって言ったり、ちょっと構成考えてきてほしい。最初からだって施術でちょっと時間かかるんで、青くんの施術しながら説明していいですかとか言われたら、多分スムーズだったんですよね。一応志願者の方から要望は来てました。司会に最初実演をしたいから振ってくれっていうのは来てた。それでみんな立ち上がって実演が始まるのかと思いきや、ただ単に体のチェックで終わった。俺が分かんなかったよね。分かんなかった。あとやっぱりそのコンセプトを聞かれてるのにちゃんと答えられるのダメだよ。骨を整えるって何ですかはズバッと答えるようにしてほしい。 120% 聞かれるんだもん。ゆきさんどうでした。コミュニティを作りたいみたいな話だったじゃないですか、うんうん、あ結構得意領域みたいな感じで、うん、そこ掘りたかったんですけど、何段も手前のところで止まってたなっていう印象があって、まあ、もっと掘れたらよかったなって感じですね。本物のプロってああいう人多いですよね。でも職人というか、いやあと落ち下手っていうレベルでもないな。まあその可能性あるよね。本物のプロだったらある可能性もあるんだけど、そしたらそのぐらいの技術だったらもうちょっとお客さん来ててすごい実績があったり、もうちょっと売り上げがあるかなって気もするかな、うん、でもすごいけどね、あのキャラクターで一応まあまあ利益が出てるじゃないですか、うん、ということはやっぱそれなりの人かなと思うんだけど、でもあんだけ喋れないんだったら月何百万と儲かっててほしいかな、うん、その総合評価っすよね。でもね、スキル獲得マンマっていう立て付けがあるんで、うん、そのどうスキルの伝達に伝えていくかみたいなところで語るべきじゃないですか、うん、ただそこに行ければいいなと思ったんだけど、これ多分本編でこの人出てたらもっとボッコボコになっちゃうと思うんですよね。まあ、ドラゴンもいたらまた髪の毛が美容整形しろみたいな感じになっちゃう。僕は大変失礼ながらあの売り上げも疑ってますからね。そうなんだね、最高売り上げの可能性がありますからね。なんか会員しか受け付けてないみたいな感じだけど、僕ホームページ見たら普通に予約募集してたから、そういうのを見ると確かにちょっとどこまで本当か分かんないよね、うん、なんか結構この QA もしっかり使い込んできてはくれてるんですけどね。何書いてあるか全然分かんなかった。読んだけどこれ確かに日本語も難しいな。そうこれね、読んでもよく分かんないんだよね、まあ、書きたいことは一個一個分かるんだけど、何を主張したくてこんなの書いてきたかもよく分かんないから、何のために出てきたんだろうなと思って。本当になぜ本番の時間が来てるのにトイレに行ってるのかっていう不信感から僕は拭えなかったですね。不思議な方な感じですね。そこと一貫性がありますね。視聴者の皆さんでも分かんないと思うんですけど、本番がスタートするタイミングにトイレに行かれたんですね、志願者の方が。でその時におみたいな感じだったのが本番もそうだったと。まあ、とはいえ、口下手な人でも技術があればいいというか、むしろ口下手な人ほどこっちで言語化して広げていくことにスキル獲得版の意義はあるので、今回のケースはちょっとそれにしては度合いがすごかっただけなんで、口下手な人もぜひガシガシ志願していただければなと思います。そんなわけでラペトークでした。お疲れ様でした。